はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。では今回は銀河英雄伝説4 EX ミラーでのプレイ続きやっていきましょう。前回はですね、モンバツ貴族の反乱が起きて、艦隊戦を行う中でリッテンハイム、ランズベルク、この2人をまず打ち果たしたというところなんですが、艦隊がねちょっとダメージを受けていますというのもあって、一旦オーディン帰還命令が出ているというのがミラーの現状です。では時間を進めていきましょう。アイゼナハが一足早くオーディンに帰還ですね。ミッタマイヤがティアマト、ケンプもティアマトか。ティアマトでミッタマイヤが死ぬんじゃないか。これミッタマイヤはなんとか生きたね。ただティアマトの方はだいぶダメージを受けて、ケンプが撤退ですね。ミッターマイヤーとかライバルが死んでくれるのはいいんですけど、結局まだモンバツ貴族との戦いが続いている中で死なれると、それはそれで戦力的に厳しくもなってくるので、まだ死なないでほしいな。さあミュラーもオーディに到着ですね。では艦隊が回復しているかどうかちょっと確認しておきましょう。回復してますね。戦艦巡洋艦攻撃空母すべて、規定値これに戻ってます。では敵の艦隊ブラウンシュバイク号がどこにいるかというと、この後は一旦どうでしょう。これ見る限りアルテナに戻るような様子があるので、であればヨーツンハイムを落として、いやーでもヨーツンハイムを落とすとブラウンシュバイク号がもう出てこれる場所がなくなっちゃうっていうのもあるよね。なんとかおびき寄せて戦いたいんですよね。アルテナ政権はガイスブルク要塞があって、これを落とすのはまあほぼ不可能なので、となるとこのアルテナ政権から敵の艦隊を引き剥がしたいということになると思うので、一旦様子見しようかな。で今行われている軍事作戦はイゼルローンの方は置いておいて、マールバッハどうしようかな。ちょっと難しいところなので、一旦時間進めちゃいましょう。でティアマトの方にミッケンベルガー、ラインハルト、アイゼナッハ、レンネンカンプ、ミラー、五個艦隊ティアマトに出すのか。でルッツからはブラウンシュバイク政権の防衛の作戦が提案されてるけど、どう？おお、こっちに行く。もうこの作戦がね、行ったり来たりするというのがまた微妙だよね、本当に。でブラウンシュバイク星系に到達して、今ね艦隊がブラウンシュバイク号はアルテナ、メルカッツもアルテナ、ファーレンハイトもアルテナ、エルデスサイムもアルテナか。どうするかちょっと悩ましいな。キフォイザーを経由してヨーツェンハイムに向かうというのも手ではありますけどね。お、ブラウンシュバイク号がブラウンシュバイク星系に出てくるな。よし、これはこのままブラウンシュバイク星系に残りたい。いや残らなきゃいけないと言っていいな。ここでブラウンシュバイクを討ち取るというのが一番手っ取り早い内戦の終結の策なので、これ飲ませましょう。なんとかよし、後からかぶせた方が勝つからね。まずミッターマイヤーがティアマトに行きませんかと提案して、いやちょっと待って、これ一番最後に行ったのはミッターマイヤーがやられたな。
マールバッハにブランシュバイク校が来るのか。じゃあマールバッハに回り込もう。いやもう本当にこの意味のない提案合戦なんとかしてほしいよね。待ってね、4個艦隊しか出れないってことはミュッケンベルガーを外そう。で自分が入り込む。で我が艦隊はマールバッハの防衛に向かうと。よし、マールバッハにここでブランシュバイク号が来るな。成形は一つしかないので敵を一気に殲滅できるように工夫をしましょう。といってもいつもの回り込み作戦になるので回り込んでいきます。必ずやってくる。何、思ったところと違うところから出てきたか。やられたな。ブラウンシュバイク砲は必ず撃ち取る必要があるので必ず亡き者にしていきましょう。今回第二艦隊がブラウンシュバイクですね。こっちに向き直ってくるか。まあ、そうなるとラインハルトの餌食になるだけだからね。ガーデンの艦隊が割とまだ規模としては残ってますが、ブラウンシュバイク艦隊はもうボロボロなので一気に殲滅できるな。まあ、今回はミラーがね、まあ、おとりというか敵の正面を受け負う形にはなってしまいますが、ここはあえてその役割を受け持ちましょう。ブラウンシュバイク砲をただただ狙う。よし、ではここでミラー艦隊突入していきましょう。で空母から艦載機も出す。まあ、ここはやっぱりラインハルトが早いね、攻撃に入るのは。
いやー、打ち取れなかったか。なんとか、このターンでは打ち取りたい。よし、総攻撃を開始していきましょう。どちらかというとシュターデンよりもブラウンシュバイコを撃破しておきたい。よし、あとはシュターデンの第7艦隊ですね、これを撃破すればもう反乱軍の方にまともな艦隊はメルカッツ、ファーレンハイトぐらいしか残らないという状態に持ち込めますね。完全に乱戦にシュターデンとはなりますが、鉱石地下石をしっかりやっていきましょう。中将になりたい。アイゼナッハは本当に重厚な戦い方するね。まあ、このターンでほぼ艦隊は壊滅するでしょう。ラインハルトも本当に密集した守りの堅い陣形ですね。連連艦譜は艦艇数が多い、まあ、駆逐艦とか多く配備している分艦艇数は本当に多いですね。何？第17艦隊ヒルデスハイムが後ろからやってくるのか。ここは艦隊を反転させるしかないな。これでシュターデン第7艦隊も壊滅しましたね。で、横っ腹を狙われているミラー艦隊なので、ここは体勢を立て直しましょう。アイゼナハも出てきてるね。さっき遊撃 OK の命令が出てましたからね、ラインハルトから。となるとやっぱりアイゼナハのこの艦艇数の多さは大きいよな。だから中将になりたいんですよね。アイゼナハに全部持ってかれたな。
よし、これでじゃあ反乱軍の鎮圧が終わりましたね。ジンザー、ちょっと画面が右の方切れちゃって申し訳ないんですが、ちょっとこのまま進めますね。映せないので。で、フェルナー中佐、フェルナー中佐はまあ情報だけですね。統率は4、運営が2とか、もうひどいものがある。フェルナーは一応帰参するわけだな、こっちに。じゃあまあ人材難になる前にしっかりね確保しておきたいですよね。オイゲン中佐、オイゲン中佐も帰参。ファーレンハイトの艦艇幕僚ザンデルス隊帰還。シャウデン巡将、うわ死んだか。でシュナイダーは、シュナイダーは戻ってきてほしいよな。うわシュナイダーも戻ってこないか。でノルドハイム大佐、運営80は結構使えるよね。でラッツェル少佐、シュターデン中将、シュターデンは戻ってくる。いやシュナイダー戻ってほしかったな。でハウフ中尉、シュトライト巡将、運営95、情報85、これは使える。続いてレムラー中佐、アンスバッハ、アンスバッハも能力高いで、アンスバッハはね、まあ、言わずと知れたブランシュバイク校の幕僚で、まあ、副官幕僚でキルヒアイスを殺した男ですね。続いてディルクセン中佐、ファーレンハイト少将、ファーレンハイトは戻ってきてほしいけど、どうだろう。おお戻ってきてくれた。まあライバルが戻ってくるの今嬉しがっていいのかどうかちょっと微妙なこで設定でミュラーはプレイしてますけど、優秀な人が味方だというのは心強くはあります。シュラー大佐で、ヒルデサイム中将、全く使えないよ。ヒルデサイムに関しては。ランズベルク中将。何？ランズベルクは、生きてた上に、また仲間になるのか。微妙だな。で、メルカッツですね。いや、メルカッツは、戻ってきてくれなかったが。ランズベルクとかどうでもいいやつが戻ってきたからな。何？レムラー中佐がミッケンベルガー正義の裁きを受けよう。バカだ、やめろ。ただいま軍部より報告がありました。ミュラー少将は出血が著しく意識不明の重体、またレムラーは服毒しており、すでにこと切れていたとのことです。いやー、ミュラーさ、そんなことしないだろう。どうしたんだよ。完全にコンセプトを逸脱する。まあ、これがやっぱりミュラーの、本当に真面目で実直。鉄壁ミュラーの、まあ、本来の姿なんでしょうね。まあ、ちょっとこの後どうなるかわからないですが、まあ、一旦討伐軍の勝利によって、反乱は消え去ったと。これでミュラーがどうなるかというところですね。
ブランシュバイコ・フレーゲル両名が死亡ですね。メルカッツはもういないので、解散、うん、え、ケンプが中将、マジかよ。シュトックハウゼンが上級大将、マジか。ゼークトも上級大将。いやーさ、これだってミュッケンベルガーをさ身を挺して守ったミュラーに関しては2階級特進だろう。いや、ミッターマイヤーなんて壊滅した艦隊の司令官だぞ。それが中将か。で、ラインハルトは元帥、モルト少将が中将、ロイエンタールも中将か。いやー、納得できないよ。これは納得できない。活躍したのにミュラーは、しかもミュッケンベルガーの体を身を挺して守ったというのにこの処遇か。で、クラーゼンが第二艦隊の艦隊司令官になるの。で、そこにはシュタインメッツ准将が入ると。いやー、クラーゼンか。クラーゼンの艦隊は統率51、まあ、運営情報この辺りはさすがと言えるが、まあ、シュタインメッツが入ったことによって統率も多少マシになっているっていうところですかね。ミュラーがな、いや、これさ、ミュラーを一度バルハラに戻せば終わるんじゃないか。艦隊出撃。今ミューラー艦隊はどこに向かおうとしている。マールバッハの防衛でしょ。マールバッハにもういる必要はないので解除して、いやさ、これミュッケンベルがミュラーによくこんな言葉吐けるよな。守ってもらったのに。ロイエンタールが第三艦隊の司令長官、司令官か。納得しかねるな。ティアマトには今どの艦隊がいるんだ。いや、シュターデンが大将に昇進するとか、ファーレンハイトも中将に昇進。今ティアマト星系は艦隊何がいるのか確認していきましょう。ミュッケンベルガーか。ミュッケンベルガー死ぬと終わるからだ。ミュッケンベルガーは選択して解除して提案しましょう。いやー、死ぬぞミュッケンベルガー。ま、ここまでミュッケンベルガーのことを思ってくれる人もそうそういないと思うんだけどな。ミュッケンベルガーが壊滅する前に戻ってきた方がいいと思うけどね。もう一度一応ミュッケンベルガーに帰還命令というか、やめた方がいいんじゃないのっていう提案はしよう。よし、ミュッケンベルガーが戻ってくれればいいね。いや、今さらマールバッハに艦隊を送る意味がないからな。何がしたいんだろうね。
で、ヨーツンハイムやケスラーが防衛司令官になる。ケスラーをさ、ヨーツンハイムに置いとく必要あるかな。艦隊の司令官にね、着任してほしいなっていう気がしますけど。で、ミュラーは本拠地オーディンに帰還中ですね。次のターンで戻れるかな。これで昇進できるかどうかだな。オルラウ大佐、おー、副官オルラウ順調に昇進。キスリング大佐に昇進。ハウプトマン少佐、もう情報将校ですね、中佐に昇進。バルトハウザー大佐、准将に昇進。ベルゲン・グリューン大佐、准将に昇任。やったー。そしてミュラーもついに中将になった。いやー、そりゃそうでしょう。これ OD に戻ってなかったから中将になれなかったというだけで、まあさすがにね、ミュッケンベルガーの体を身を挺して守った以上、2階級特進でもおかしくない。さあ、我々の方も編成を変えていきましょう。さて、まず攻撃空母は欲しい。もう空母は強いからね、本当に。で、高速戦艦に変えていく。いや、でも足の遅い空母があるんで、高速戦艦にする必要はないな。で、あとは強襲揚陸艦、強襲揚陸艦欲しいな。となると空母を外して揚陸艦で、そうだな、輸送艦も入れておきたいよな。ちょっと練り直しましょう。こんなところかな、陣形。守りの堅い戦艦で中心をしっかり固めて、両脇両翼には艦艇数の多い巡洋艦で、空母、攻撃力のある空母で、揚陸艦を1個入れましょう。やっぱりこんなところかな。これでどうでしょうか。これでいきましょう。拒否してくんの、そりゃないでしょう。あと艦隊の番号も変えたい。よし、第12艦隊になったね。では一旦今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。